キセルとは、日本の喫煙具の一種で、パイプに類似する。キセル。2010年5月、伊勢市、おかげ横丁にて、撮影語源については、異説もあるが、カンボジア語で管を意味する、クセルが、なまったものと言われる。この他の説として、ポルトガル語のソーバーもしくは、スペイン語のソーバーが挙げられている。いずれも、数の意である。関係代名衆を窃盗につけ、 数ものの意味で、クソーバーもしくはクソーバーとした場合、発音としては、キソルベル、または、ケソルベルとなる。シュラウ。ラウが赤く塗られたもので、オイランが使用した、大きく分けると、刻みタバコを詰めるヒザラに、首のついた、ガン首、口に加える部分の、吸い口、それらをつなぐ、管の、ラウに分けられる。また、ラウの語源は、ラウ国の竹を使用していたことによるというのが、 定説である。一方、キセル、または、キセルの部位の語源を、東南アジアに求めることに、疑問は多く、ポルトガル語に、ラボ、スペイン語に、ラボがあることから、こちらを語源と考えた方がより自然であるとする説も、ある。なお、蒸気のような区分けがなくすべて、つなぎ目なくつながっているものは、延べという。細かく種類分けをすると、その形状に応じて、石州、女持ち、 女神、仲タ,タズナ、広大寺、キヌタといった名称が存在する。ガン首、ヒザラ、スイクチについては、耐久性を持たせるためにその多くが金属製であり、ラウについては、高級品では、黒炭なども見受けられるが、圧倒的に竹が多いようである。このようにラウが植物性のキセルを、ラウギセルと呼ぶ。幕末以降にはスイクチに草花などの彫刻や、 トキン装飾が見られる。これに対して全体が金属製のキセルをノベギセルと呼んでいる。使用される金属の種類は金、銀、銅、鉄、鈴、亜鉛、またはそれらの合金など多様でトキンや造眼を施したものもある。また全体が陶製やガラス製のものもあり、中には竹や木でできた簡易キセルもあった。同じ銘柄のタバコであってもキセルの材質によって 風味が大きく変わり、またラウの長さによって、口当たりや温度も変わる。同じ材質であっても長く吸うことにより、キセル内部に成分が付着し味が変化する。タバコボン。透正の火入れの中に埋められた炭火を起こして火をつけ、竹製の排拭器に吸い殻を捨てるタバコは、以下のようにして吸われる。細く刻まれた繊維状の刻みタバコを適当な大きさに丸める。 ガン首の日皿に丸めたタバコを詰める。袋物のタバコ入れの中にガン首を突っ込んで詰める人もいる。タバコ本の炭火にガン首を近づけて火をつける。タバコをそっとゆっくり吸う。タバコが燃え尽きて煙が出なくなったらタバコ本の灰吹きの縁を軽く叩くなどして灰を落とす。日皿に灰が残っていたら空吹きをして灰を飛ばす。日ザ一杯で満足できない場合は 一六の繰り返し。燃え尽きる前の火のついた灰の塊を手のひらに乗せ、それが消える前に、新しいタバコを火皿に詰め、手のひらの燃え差しで着火し、連続して喫煙する人もいる。キセルの吸い方のコツは、熱いスープをすする感覚でゆっくりと細く吸い込む、イメージで吸引すること。中には刻み、タバコではなく、市販の紙巻きタバコを分解して利用する方法や、 パイプ向けに販売されているタバコを用いるユーザーもおり、使用方法も多岐にわたる。この場合、メンソール等のフレーバーが添加されていると、幹部分に残留物が残り、キセルそのものの寿命を縮める原因となる。しかしながら、それによって風味の変化も発生するためあえてそれを楽しむという考え方もある。パイプ用の掃除具や紙をひねった小よりなどの細いものを管に通してヤニを取る。 キセル全体が金属製の場合は、ぬるま湯につけおくとふやけてくるので掃除がしやすい。また、アルコールなどの有機溶剤を流して、ヤニを取る方法もある。前述の通り、材質や長さ、使用方法によって味が大きく変わることもあるため掃除の方法一つ取っても決まった手順はなく、人によってメンテナンスの頻度、方法は大きく異なる。ラウヤ、 また、原親とも読む。かつては、ラウの屋ニトリやスゲカエを制御とする、露天商があって、ラウヤと呼ばれていた。小型のボイラーから出る蒸気でラウを掃除し、その際になる、ピーという笛にも似た音が、特徴的であった。ラウヤは、戦後に急激に数を減らし、1964年には、東京で4件だけとなった。古典落語には、に熱中するあまり、ラウドンヤから、 流しのラウヤに身をやつした人物を主人公にしたスタンドウコボクという作品がある。刻みと呼ばれているが、紙巻きタバコの中身のように細かく刻まれたものではなく、干した葉を重ねて包丁をもしくはカンナで糸のように細く切ったもの。世界のタバコ製品の中で最も加工度が低いものの一つで、タバコ用本来の味が楽しめるとして熱心なファンが多い。江戸時代には、 手間賃を取って歯タバコを刻むんこ切りという職人がいた。専売制が実施される前は、個人経営のタバコ店が、それぞれの刻みタバコを製造販売し、何千種類もあったが、専売制の下で、マスプロ化が進んだことと、紙巻きタバコの消費増大で需要が減ったことで、数銘柄からさらには一銘柄に減り、ついには国内での製造が打ち切られた。しかし、 日本の伝統文化として、復活と存続を望む声が多かったため、タバコ農家に在来種の栽培再開を依頼し、一名柄ではあるが、昔ながらの良質の刻みタバコが復活した。現在では、その他に、タク製作所が、ベルギー製のキセル用刻みタバコ、宝船を販売している。葉は、在来種ではなく、アメリカンブレンドとなっており、刻みは小息ほど繊細ではない。 多くの時代劇等でキセルは重要な商品。また武家や商家などでは贅沢の禁止と防火の意味から使用人には喫煙を禁止することもあり、誰もがタバコ入れをぶら下げていたわけではない。武士の場合はステータスシンボルと同時に自分の志の表現として特別に自分の好みを施したキセルを注文したりした。明治維新後に刀の形態が禁止されたので、 護身用にと、手線内し重量のある鉄のキセルを持ち歩く、士族たちもいた。江戸時代においては、多くの場合に、大棚の主人や番頭等が自分に合った道具をあつらいたりと、思考の世界というより一種のファッションや、ステータスシンボルであった。また、タバコ入りやキセル等に流行もあったと言われる。この中では、根付のような関係する工芸文化も存在し、この根付は、 明治時代の交易に関連して、海を越え、英国にまで愛好者を増やした。ロンドンのビクトリアンド・アルバート美術館には、この根付コレクションの展示室も存在する。キセルを数遊女江戸時代の吉原等の大店の多遊、などの間では、位が昇ると、帯の幅が広くなり、それに合わせてその帯に刺すキセルの赤塗りのラウも、長くするしきたりがあり。 キセルの長さで女郎の格を測ることができた。遊女は気に入った客にキセルを差し出し、客が受け取るとその遊女を気に入ったということになる。歌舞伎、女六遊園江戸桜のセリフにある、キセルの雨とは、女六の男っぷりを案に示す。時代劇及び、ここから派生した、時代物の劇画では、登場人物のヤクザや武士等が加え、タバコを動かしたり、タバコ本に叩きつける仕草をする。 特に、薬剤映画等では、キセルを口にくわえたまま振ったりと、親分の意思表示の小道具に使用される。例えば、くわえたままのキセルの眼首を上げることは、強く噛みした唇を突き出す怒りや不快感の表情を強調するなどであるが、この他にもタバコ本に強く叩きつける動作で、休息を取りやめ行動に移るなど気持ちの切り替えを表す。またこれ以外にも身近な棒状の道具として、 手に持ったり加えたりしたキセルを振るなどの動作で配下に、対して指示棒のように指示を出したりした。しかしながら現実問題としては、火がついたまま眼首を上げてしまうとヤニがキセル内部に侵入し、耐久度がタバコ本に叩きつける行為についても、円管自身の破損の恐れが出てくるほか、火がついたままのタバコが飛び散ってしまい、当時の基本であった。 木造家屋では火災へと直結する非常に危険な行為である。時代劇等で表現される本行為はあくまでも演出としての意味が強いことを念頭に置く必要がある。茨城県の河山神社では毎年9月5日にキセル祭が開かれる。現在はタバコの喫煙用としてのキセル使用者の絶対数は少なくキセルの製造業者も激減している。 例えば金属加工が盛んな新潟県燕市では、戦前200件近いキセル工場で400人近くが働いていたが、2017年時点では職人一人が残るのみである。とはいえ、かきの理由などでその文化は存続している。喧嘩キセルとは、江戸時代に町役子が主に用いていたキセルである。町役子は町人であるゆえ、武士のような刀や、 長い脇差しの形態が許されなかった。そこで旗本奴に対抗するための武器として、相鉄製のキセルを作らせ、これを携帯していた。長さは40、50センチメートル、太さも数センチメートルあり、ラウを六角形にしたり、ラウ全体にイボをつけるなど、混合素ながらの加工がなされている。フィクションの時代劇でも、キセルで斬撃を防いだり、相手を調着したりする描写がある。 生物の中でもその形状がキセルに近いものにその名が付けられている。以下はキセルを取り込んだ正式はミオの数例。スケロクが仇役であるヒゲの勢いにキセルを足で差し出す場面観客の目を引くように大きくかつ軽く作られる。ローモン53切りの石川五右衛門の銀ののべキセル、博多少女ローロー枕の毛ぞりのオランダ模様のある大きなキセルなど 歌舞伎狂言によってそれぞれ形があり、中でも助力のシュラウギセルは、キセルの雨が降るようだの名ゼリフと共に攻撃下には馴染み深いものである。不正乗車手法、鉄道での霊キセルも参照キセル乗車あるいはとは、旅客の旅行区間において有効区間が連続せず、乗車駅及び、 下車駅についての未有効な乗車券を所持し、中間6間の運賃支払いを不正に免れようとする行為を指す。中間無札は取り分け定期乗車券や、回数乗車券、及び入場券や、初乗り運賃の乗車券を使用したものが見られる。渡辺実日本食生活史、吉川博文館。鈴木達也著、喫煙伝来種の研究史文閣出版。鈴木達也著、 喫煙伝来種の研究詩文学出版、保存版、キセルの吸い方と火のつけ方のコツを徹底解説。スパリ2021年2月3日閲覧。朝日新聞昭和39年3月5日記事、シュタン道古木大寺船、飯塚登る、手作りキセルシン込める細工にこだわり伝統を守る。新潟、縁で唯一の職人。 日本経済新聞長官2017年8月17日、ありがとうございます。